私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。何で中本さんは何も悪くないのに死ななきゃいけないのよ。ネットでは死者への冒涜だ、常識の問題ではなく心の問題だという反応があった。取り巻きを連れて写真や動画を撮らせ、10月19日、交通事故による急性硬膜下血腫のため亡くなったザ・ドリフターズの中本浩二さん。その妻純歌が通夜、告別式に犬を連れてきたり、遺体の写真を繰り返し撮影したりしたことで、小碇谷長介さんや高木ブーの娘らとトラブルになっていたことが分かった。週刊新潮10月20日号では妻の純歌が中本さんをゴミ屋敷同然の家にペットと共に置き去りにし、横浜で暮らしていることを報じた。今回の事故はその純歌の家に向かう途中で起こったとみられている。記事ではいつか大事故を起こすのではないかと周りは心配していますとの関係者の声も紹介したが、あまりにも早くその懸念が現実のものとなってしまったわけである。中本さんが東京目黒で経営していた居酒屋中本家ジャンカエの台所の関係者が明かす。病室で純歌は意識のない中本さんの写真をパシャパシャ撮り、取り巻きたちには自分と中本さんのツーショット写真を撮らせていました。中本さん、中本さんと呼びかける自分の動画を撮影したりもしていたのです。苦しんで亡くなりかけている人の写真や動画を撮るなんて非常識だと、取り巻き以外の人は皆眉を潜めていました。さらに加藤茶が純歌に向かって、中本がこうなったのはお前のせいだからなと怒鳴る場面もあったという。ことの発端は最後のお別れである出棺直前での出来事だった。純歌は数人の友人男性と共に中本の遺体をスマートフォンで何枚も撮影。静かに見送る場面にそぐわない彼女たちの非常識な行動に、加藤茶79の妻加藤良妻34や小碇谷長介さん享年72の長女などが怒りをつゆわに。しかし純歌は周りからやめてと制止されたのにもかかわらず写真撮影を続け、果ては純歌の友人がなんでダメなんだと反抗したそうだ。ネットに書き込まれた批判的意見。純歌や友人の遺体の写真を撮るという行為が報道されると、たちまちネット上には彼女たちを批判する声が続出。例えば死者への冒涜といったことから始まり、とにかく遺憾でしかない、妻として最後の姿を残したい気持ちはわかるけど、ドリフターズのメンバーやその親族も家族みたいものでしょ。その場の空気や周りの思いを汲み取れない妻のモラルのなさに絶句する。確かに遺体の写真を撮るのはあり、悲しかって賛否は分かれるとは思う。ただ昭和のエンタメを支えてきた中本さんの告別式には多くの著名人が来ることは分かることだし、その中で平気で危うい行動を取る時点で奥さんが 100% 悪い。常識のあるなしの問題ではなく心の問題。葬式では愛した人が亡くなればまだその死を受け入れることさえできないような、心の整理もできない不安定な状態なはず。客観的に愛する人の亡くなった姿を平気で何枚も写真撮影できるような心情ではない、などのコメントが寄せられていた。もちろん純歌なりの思いがあっての行動だったかもしれないが、中本への扱いがひどかったと解釈してしまうような向きもあるだろう。2012年に中本と純歌は盛大に結婚式を行ったが、実は今まで未入籍だったことも報道された。今年の5月には別居中であることが判明し、さらに金遣いが荒い、他に恋人がいた、といった黒い一面を暴くような報道も後を絶たない。そういったイメージもあってか、SNS 上には、完全に地位や金を目当てにくっついたとしか思えません。未入籍の件を知った途端、写真の撮影は、記念だから撮っておこうと、遊び感覚でやったようにも感じてしまいます。妻の純歌さんは一つも筋を通していない。ひどい言い方になるけど、中本さんを物としてしか見ていなかったんでしょうね。
といった厳しい意見が並んでいる。女性自身の取材に対して注意されたのは友人だけと人認めなかった純歌。仲本を失った彼女の今後の足取りはどうなるのか。犬に焼香させるような仕草も。しかし、加藤に免罰されたことも彼女には響かなかったようで、通夜、告別式には、自分が可愛がっているラッキーという犬を連れてきていて、なぜこういう場に犬を連れてくるのかと不審がらべていました。焼香をあげる際、純歌はラッキーの入ったバッグも一緒に遺体の前に持っていき、顔を出させてラッキーにも焼香をさせるような仕草をしていたという。翌日の告別式では、ドリフメンバーの家族などが不満を爆発させ、一触即発の状況となった。告別式の会場では最初、仲本さんと純歌のデュエット曲、この街で、などが流されていたが、いかりや長介さんの娘さんがなんでこの音楽なの？仲本さんはドリフターズだよ。なんで奥さんの歌を流さなきゃいけないの？と言い、不穏な空気が漂いました。結局、参列者の中にドリフの CD を持っている人がいたので、急遽そちらに変えてもらい、出棺の時には、ドリフのずんどこぶし、などが大音量で流されていました。ドリフメンバーの家族と純歌との間に生じた溝。それは会場の音楽だけが原因ではなく、お花入れの時純歌さんはずっと仲本さんの頭のところにいて、なぜか覆いかぶさるようにして頭を揺らしたりしていたのですが、それと同時にご遺体の写真をパシャパシャ撮っていたのです。それに高木ブーさんの娘さんが怒って、なんで撮るの？撮るのやめなよ。時追区長で純歌さんに言っていました。ご遺体は記憶の中に留めておくものだと、香木の娘が重ねて注意しても、純歌は聞く耳を持たず、ずっと撮り続けているので、いかりやさんの娘さんもいい加減にしなさいよと怒って、すると、純歌さんの取り巻きの一人が、缶に近づいてきて、ご遺体を撮り始め、いかりやさんの娘さんに、なんで撮るの？と怒られても、なんで撮っちゃいけないんですか？と言い返し、悪びれることなく撮り続けていました。何で仲本さんは何も悪くないのに死ななきゃいけないのよ？家族と一部関係者のみが参列を許されたと閉ざされた告別式は、カオスとでも言うべき状況だったのだ。いかりやさんの娘さんは純歌に向けて、何で仲本さんは何も悪くないのに死ななきゃいけないのよ？と言っていましたが、純歌は聞こえないふりをしてご遺体の写真を撮り続けていました。そうした状況にいかりやさんの娘、高木さんの娘が泣いてしまい、加藤さんの奥さんの良妻さんが二人の肩を抱き、三人で泣き崩れているような状況でした。仲本の知人。11月2日発売の週刊新潮では、週刊文春の取材に対して、純歌が語った話に、加藤茶が激怒したエピソード、そして仲本さんが周囲に語っていたささやかな夢について紹報する。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。